です。よろしくお願いいたします。今日はですね、私がもう完璧に個人的に上げる動画でございまして、なぜ私はVBA とか Excel とかアクセスをやるようになったのかということを説明したいというふうに思っております。はい。でですね、これなんでやるようになったかって言いますと、例えば普通皆さんというのは会社で迫られてやっていくと思うんですよ。例えば、前任の方が辞めたので、じゃあ今日からあなた集計担当ねとかっていうふうに言われたんだというふうに思います。各有私もそうでございまして、新しい部署を立ち上げたら、いきなりそのシステムを作ったやつが来なくなっちゃって、じゃあ自分でやるしかないから、じゃあいよいよ本腰でアクセスをやろうかなっていうのが、きっかけなんですね。で、会社でやるっていうのは限界がありまして、何が限界かっていうと、Excel とかアクセスができたからって決して褒められません。これはもう間違いないです。仕事の1個のツールであって、ちなみに僕ね、僕のやる業務っていうのは全部もう VBA でもう全部もう全自動化してて、他の方がやるよりも全然早いんですけど、自分一人で作ってこそっとやってるんですけど、それぐらいのメリットしかなくて、ね、本業をおろそかにしてね、やれそんな Vlookだとか、そんなことをやってる場合じゃないっていう風になってくるわけですよ。だから、そこにはどうしても妥協が生じるんです。その妥協とは何って言ったら、ここは本当は自動にしたいけど手でやっちゃえとか、で人に聞きに行ってもどうせそこだけなんでしょ、そこだけだったら別に大したことねえじゃんみたいなことを、言われるんですね。で、結局、じゃあどこでその努力が途切れるかっていうと、大体 Vlookup なんですよ。だから Vlookup ができると、大体Excel は知ってるなっていうふうに思われがちですけど、僕が Vlookup しか知らないっていう人は Vlookup で挫折したんだなっていうふうにしか思わないです。Excel っていうのはもっともっと便利なはずなんですね。でも皆さんやっぱり勉強しようと思って本を買いに行くと、やれ住所録だとかお小遣い帳だとかっていう、そんななんかもう本当に現実的にはもう程遠い。僕あまり友達いないんですけど、住所録なんて僕20件あれば十分ですしね、それを Excel やアクセスで管理する意味がわからないし、全然実感が湧かないっていうことになってきます。で、一番初めに結びついたのはまず僕競馬だったんですね。例えばこれ皆さんこの競馬わかりますかね。1992年4月26日この天皇賞で、これ僕忘れもしないレースなんですよ。メジロマックイン、武豊が乗って、東海帝王に岡部幸男が乗ってくる。でこの時はオッズ見ていただければ分かるんですけど、このメジロマックインと東海帝王、東海帝王が 1.5 倍の人気だったんですよね。 1.5 倍の人気でした。でところが、俺は絶対東海帝王なんか来るわけはない、もうメジロマックインをいくら買うかが勝負だというふうに思ってたんで、確かあの時予算が3万円あったんですね。予算が3万円あって、メジロマックインの単勝に2万円と、それから、メジロマックインが4枠なんで14、それから45で、48、この48は買わないで14、メジロマックインが4枠なので14と45に5000円ずつ買ってた記憶があります。じゃあ結果どうだったのかっていうと、すごいですよね。45でぴったり当たって、しかもメジロマックインの単勝で2点きたっていう風なことになってます。でこれなんで分かったかっていうと、ちょっとメジロマックインを見てみましょうか。じゃあ皆さん競馬をやってる方だったら多分、分かるはずなんですけど、この有馬記念、マックインがなんと2着になった、有馬記念っていうのは、大優作が14番人気が1着できた馬なんです。1着できたんですね。で、この時に何を言いたいかっていうとですね、メジロマックインが、連に絡む時っていうのは必ず1か5か8を引き連れて絡むんですよ。そういうなんか傾向にあったんです。だから、この時はメジロマックインが1枠だったので、1、5、8と1、5、それから1、8、この2点で買って、生まれは買えなかったんですけど、これも確か2、3円か3000円ぐらい買ってたんで、いい正月迎えれたなっていう記憶があります。
さっきの、東海帝王なんですけど、東海帝王、この東海帝王ですね。こちゃくか。この東海帝王っていうのは、日本ダービー史上初めて8枠が確かレーンに絡んだ最後の馬なんですよ。今までダービーってなぜかしら8枠は出なかったんです。知ってました？ちなみに安田記念は3枠なんですよ。だから8枠にどんな強い馬が入ったとしても、東海帝王から前って8枠で確かレーンに絡んでないはずです。安田記念も絡んでないはず。この辺は3枠ってなぜか死に目だったんですよね。っていうのを通称サイン馬券と言って、今から言うのは適当なんですけど、例えば天皇賞で1着になる馬っていうのは、毎日王冠の3着の馬から左から数えて4番目とかっていう風なものが結構、都市伝説としてあると思います。やってる方は申し訳ございません。私はそれ信じてないので、自分で一生懸命研究したこともあったんですけど、これはもう多分ダメだなというふうに、思って、いや諦めました。で、自分が出会った馬券本の中で、これはあったらいいのになっていうのを形にしようと思った時に、エクセルとアクセスだったんですね。はい。例えば、ちょっとあんま結果僕知らないんですけど、最近は天皇賞だったんですかね。天皇賞見てみましょう。13頭少ないな。じゃあ1個前のにしましょうか。1個前は菊花賞でいいですかね。じゃあ菊花賞にしてみましょう。で、1個ぼ自分がやってて、これは本当にいいなっていうふうに思ったのが、僕はこのターゲットとこの時系列オッズビューアーっていうのを使ってるんですよね。はい。これ無料なんで、このソフト自体はもちろん JR 版自体の料金はかかるんですけど、これ無料なんでなかなかいいんで、オッズ研究をする方には向いてるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。ご興味のある方はどうぞ使ってみてくださいというとこですかね。で、まず一発目に、このやり方はいいなっていうふうに思ったのが、私が使ってた馬券本の中でですよ。使ってていいなと思ったのが、相馬一生さんっていう方がやってたオッズオン方式っていうやり方があるんです。で、これをオッズ取り込みっていうふうにやって、単走確認っていうふうにして、で、オッズアイというのがあるんですね。オッズアイって何かっていうと、ちょっと見ててください。ダーッとやっていくと、不自然にオッズが売れてる部分があるんですよ。不自然に。要は、この、エタリオっていうのが、多分これ一番人気なんでしょうけど、どう言ったらいいかな。例えば、ここ。5番のエボカ道路っていうのは、エボカ道路から始まるものに関しては26倍、40倍。だからここは、40倍以上のオッズがつかなきゃならないのに、なぜかしらここだけ売れてるっていうのが赤い枠なんですよ。わかりますか？普通は順当に右に行けば行くほどオッズが高くなるにもかかわらず、そこだけなんかスポーンと抜けてる場所がある。これを相馬一生さんはオッズアイっていうふうに言ってたんですね。これも著作権上絡むことなんで、あまりなんか大々的に言ってしまうと怒られるだけで済んだらいいんですけど、なんか訴えられたら困るんで、この辺にしておくんですけど。はい。で、こういうのがあって、こういうのが怪しい馬だよっていうのがあるのと、それからここの赤いところ、これありますよね。これ断層っていう部分にありまして、オッズ研究してる方だったら誰しもわかるんですけど、オッズが、こうね、もうここのところでも30倍以上の差がついてると、こういう近辺がよく馬券になるんだなんていうふうに言われてます。はい。じゃあ、
あともう一個やるのが、どういうことなんでしょうか。ターゲットの自分が好きな数値を貼って、今度はオッズを貼っていきますと。時系列オッズ、単勝のオッズをここにベトンと貼って、副賞のオッズもベトンと貼って、でオッズなんですけど、何かしら、発送30分前のオッズっていうのを僕は、好きなのと、それから、その当日の9時半のオッズ、これを貼ります。はい。副賞も同じくそうしますと。9時半のを貼りますと。で、これをクリックすると、ここのところに準備ができた状態なので、開始というふうにします。なりました。じゃあ指数計算しましょう。よっと。ちょっと今、録画ソフトを動かしているので、やり方がちょっと重いんですけど、やり方っていうか、動いてるのがちょっと重いんですけど、もうちょっと早いです、普通は。競馬で大儲けしたらいいパソコン買おうかななんて思ってたら、なんか不安も回り始めて、うわーんって言ってるのでね、あまりいいパソコン欲しいなとも思わないけど、まあ、そこそこのスペックの買わなきゃダメだなっていうのはこのパソコンで痛感しております。はい、出ました。はい、出ました。で、そうするとですね、どういう風になってるかっていうと、これはターゲットには Z1 っていう指数があります。それから JRA が発表しているマイニング指数、それから、対戦型マイニング、それからコンピ、レーティング、前走人気、前走着順、こんなのを、私の中でこう入れてます。で、ここの黒いところっていうのは何かっていうと、1から5までのを黒く反転させて、それ以外は白くしてるっていうふうにしております。つまり、こういうふうに黒いのが一直線でダーって続くのが強い馬ということになりまして、こういうふうにまばらに飛んでるところっていうのは能力が定まっていない、要は本当にそれが人気通りに走るんですかっていう馬になってます。つまり黒いものが集中すれば集中するほど、そのレースっていうのはどこの会社が出してる数値も強いという評価をしておりますし、このようにまばらになればなるほど、その馬っていうのは能力が怪しいっていう風になっていきます。じゃあここにですね、単指数っていうのと、それからこれは私がちょっと勝手にやったのは副指数っていうのがありまして、これは阿部剛さんっていうんですかね、阿部剛さんっていうのが確か、メモ太郎出版とかで出してたの最強のオッズっていうのがありまして、そこでこの数字の出し方を私習ったんですよ。よいと。はい、出ました。そうすると、これ見ていただきたいんですけど、下に下がってるのがオッズが、増えたやつ。で、上に行ったのが、上に行ったのが要は、発売当初は3倍だったんだけど、4倍とか5倍になったやつで、下に下がってるのが、3倍だったんだけど2倍とか 1.5 倍とかってオッズが下がっていったやつなんですよ。いいですかね。で、基本的に考え方っていうのは下向きのものを考えます。で、下向きのものを考えるという時に副賞と単勝があるんですけど、このオッズって本当に僕これ疑心暗鬼なんですけど、インサイダーオッズってあるのかって皆さん考えますよね。競馬関係者からこの馬が来るんだぜみたいなことって本当にあるのかっていう
ことなんですけど、後楽園球場のところに場外馬券場があって、そこのなんか、1階って競馬の予想屋さんがいっぱいいるんですね。で、自分の中の思い出なんですけど、確か平成3年の NHK 杯だったかな、伊吹マイカグラと、それから紙のスボードが1、2着したところで、予想1回2万円で売ってる親父がいたんですね。で、僕なんかその時カードを使ってお酒の飲みすぎてて、どうしようかなって言った時に、さらに2万借金してこいつの予想を買うのかどうかっていうのを非常に悩んだんですね。でもなんかあまりにも自信たっぷりに言うんで、じゃあやってみようかなって思って、2万円でやったら、後ろの方に呼ばれた怪しいお兄ちゃんから、紙のスボードの副賞を買えよみたいなことを言われて、いくら買えばいいんですかって言ったら、1万円も買っときゃいいんじゃねえのって言ったから、その親父に2万円渡して、それで、紙のスボードの副賞に僕2万円買ったんですよね。たら、310円ついて、6万円になったんで、まあ、ちょうど3万ぐらい儲かったんで、飲み代払えてよかったな、わーいっていう記憶があるんですね。で、そういう密かな状況って、情報ってこんなに売れるわけがないんですよ、絶対に。これ、ガセネタも入ってんじゃねえかなっていうふうにちょっと思います。ってことは、こんなこのこうちょびちょびっと、細々としたやつが行くんじゃないかなと。で、単勝っていうのは1着しか当てないけど、副賞っていうのは、何ですか、3着までの馬なんで、当然皆さん1万円あって、この馬来たら来るかもしれないよっていうふうにて、1万円が必ずプラスで戻ってくるんだったら、人間の心理としたら、そりゃ1万円突っ込むやつも、1万円を単勝に突っ込むやつかもしれないけど、リスク分散して、絶対副賞の方が売れるはずなんですよ。ってことは、なんか、ここら辺とか、この辺とか、ちょっと7とかもなんか面白い動きをしてるなとかっていうふうに思うし、ちょっと4番と6番は僕は買いたくないなっていうふうに思うんですね。で、ゾーンでクリックすると、これがゾーンになります。これスペシャルオッズシートっていう、これも馬券の必勝本で、僕それ読んで初めて万馬券取ったんですけど、人気で買うな、ゾーンで買えっていう風になってて、このゾーンが全部分かれてます。ってことを考えた場合にですよ、いいですかね。私が、この単勝一番人気っていうのは来るのが 33.3%、33%ぐらいでしたかね。で、2着が24%で、確か3番人気が16%とかぐらいなんですよ。ってことは、この馬が何歩勝っても3割なんですよ。わかりますか？ってことは、ここのゾーンで30%で、この E ゾーンとか D ゾーンっていうのは来る連帯は低いですけど、連帯率は低いですけど、頭数が多い分だけ、もしかしたらここにいるゾーンの馬が来るかもしれないなっていうふうに憶測が来るわけじゃないですか。憶測が立つと僕は思います。っていうのを見て、僕はここのゾーンでどういうふうに馬が散らばってんのかなっていうのを見ます。で、ここのグラフ、阿部兄さんのオッズを見て、で、相馬一生さんのこのあれを見て、どこが怪しいのかなっていうような感じで見ていくんですね。で、ちょっと今回僕結果知らないんですけど、ちょっと裏、やってみましょうか。で、自分の中でその必勝法っていうのは、これが伸びてれば伸びてるほどいいというわけでもないし、短くてもいいわけでもない、ちょうど塩梅があるんですよ。多分塩加減と一緒、ラーメン屋のスープの塩加減と一緒で。ってことは、ここの数字を研究して、このゾーンに集めて、最後に相馬一生さんのオッズシートであれば、ある程度馬券の収支は成り立つんじゃないかなっていうことを考えて、一生懸命やって、この VBA を勉強してて、やっと形になってきたっていうところなんですね。これどうなんですかね。7とか11、13、この辺買いたいですね。この辺、この辺、この辺。結果どうだったんですかね。はい、7、9、12。
僕7、9、12って言いました。あ、12は言ってねえのか。でも7言ってましたよね。7、9。まあ、これは強い馬なんだろうな。12とかっていう風になりますよね。あ、3連複で1万6000。まあ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 、ついた方なんですね。12。あ、そうですか。っていうような感じで、見ることができるんじゃないかなっていうふうに思って、今一生懸命その研究をしてるんです。ですね。で、じゃあその研究ってどうしたらいいのっていうふうに言ったら、コンピとレーティングって、これはもう毎回、僕が、同日、このコンピ指数とレーティング指数の、コンピ指数とレーティング指数を、自動的に Excel をかましてアクセスに転送して、これをどん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 転送していくっていうことになってきます。皆さん、馬券必勝本とか見ててよくわかると思うんですけど、コンピ指数の、必勝本って何かっていうと、数値しか取り上げてないんですよ。でもね、皆さんね、例えば物を売るときってどういうふうに考えるかっていうと、その地域で売った場合にどういう年齢層が売れるのかということをある程度フィルターにかけていくはずです。じゃあ、コンピ指数が強い馬場、それから弱い馬場があるんじゃないかとか、それとか、芝に強いのか、ダートに強いのか、距離はどれぐらいなのかっていうようなことを考えることっていうのは、多分やってる方は多分やってると思うんですけど、我々には多分無理なんです。なんでかっていうと、このデータベースが作らない限りは絶対無理です。なので、自分でこのデータベースを作ろうかなっていうふうに思ったのがきっかけなんですね。例えば、ちょっとやってみましょうか。レーティング数で1着の馬っていうふうにやると、レーティングでは1位だったけど、すごいですね。これはもう新馬戦なんであれなんですけど、これちょっとゼロ以外にしましょうか。新馬はいつ走り出すかわからないので、良いと。こう絞っていった場合に、レーティングが1位だけど、例えば、こう、1位。なんて言うんですかね。レーティングが1位と浮きに、コンピが2着であっても6着に沈む馬がいるとか、逆にレーティングが1位で、コンピが、数値が5であったにしても、競争成績が1着になる馬とかっていうのを、これを、どん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 フィルターをして、かけてやっていくことができるんですね。で、このデータの積み重ねっていうのは絶対に宝物になるはずだって僕は信じてます。で、なんでをね、こうやんないかっていうと、どうしても仕事がある時に、この30分前のオッズを取ることができなくて、検証しかしていないので、あまり本腰を入れてやっていないんですけど、必ずこのデータで、そのさっきの、どこでしたっけ、この塩加減が分かった時に、ある程度めどが立って、そんなね、1回の勝負に1万円とかじゃなくて100円とかかけてたとしても、そういう馬が分かれば100円が1万円で戻ってくれば御の字じゃないですか。で、あと今もう1個やってるのが、枠連の研究をちょっとしてまして、枠連のものを作ろうかなっていうふうに思ってます。そうすると、やっててね、楽しくなってくるんですよ。こういうツールがあったら便利なのになっていうふうに思って作っていって、本当にそれが形になって出来上がっていくと便利になります。皆さんっていうのは、仕事っていうのはもう使命感でしかやってないから、もうね、V 力が限界になっちゃうかもしれないですけど、こういったものをやっていくと、会社のシステムなんて、まあ簡単に作れるんですよ。簡単にできます。だから、一番何回か言ったことあるんですけど、僕の会社の規模でしたら、私にできないことはないっていうふうに言い切っちゃいます。ね。言い切ってしまいましたけど。 で、なんで今日これをやったかっていうと、最近ね、コンピ指数の取り込みとか、そういうとこからコメントが来てるのが非常に多かったので、 VBA っていうのはこういうものをやって、いけば、できるようになりますということ、そしていつかは、競馬の必勝の Excel、 もしくは、その必勝の、なんていうんですかね、味噌っていうんですかね、
が詰まったデータベースができるんじゃないかなというふうに思ってアクセスに取り組んでいますということですね。はい、今日も長くなってしまいましたが、競馬にご興味のある方はぜひ見てください。はい、ちょっといろいろ著作権に侵害するところがあったかもしれませんが、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。また馬券とかもね、ただ予想を流すんじゃなくて、こういうふうにやったらできるんじゃないかとか、例えば Excel とアクセスを使って過去問の管理ができるんじゃないかって、まあね、皆さんが、生活で使うその一部のツールとしてアクセスや Excel が役立てばいいなと思います。住所録だ、お小遣い帳だってやっても絶対覚えませんのでね、そういう時は私のサイトに来てちょっと、見ていただければなというふうに思います。ご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。